はい、本日はですね、こちら LLB のね、ショーツをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、LLB って僕今回初めてご紹介するんですけど、まあ登山とかのね、イメージが強いかなと思うんですが、あ、意外と水陸両用のパンツも売ってたんだねということで、もしかしたらですね、人と被るのが嫌とかっていう人って、まあ夏場ってバギーズショーツとかバーサタイルショーツ多いじゃないですか。あ、ちょっと人と違うとこ行きたいな。あ、じゃあ LLB にしようかということで、一つね、この夏の迷える男子たちをね、救ってくれるアイテムになるんじゃないかということで、本日の流れとしてですね、まずはこちら着用していきます。そしてね、ほとんどもうバギーズショーツとかと違いないんですよ。だからそんな大したこと言うことないんやけども、パッてこうやって履いてたりしたら、どうせまたみんなバギーズ履いてんやろとか、あ、ちょっと人とこれ違いますねってやっぱなってきたりするんで、まあ、そういう方なんかにはね、いいんじゃないかということで、着用して特徴言って最後ね、価格言いたいなと思います。ではですね、まず履いていきたいなと思います。はい、サイズいかがでしょうか。こちらはですね、S サイズを着用しております。やっぱ海外のメーカーやからかな、 S でちょうどいい感じ。ほんまバギーズショーツかと変わりませんね。パタゴニアのバギーズショーツも僕 S よく履くんですけども、まあそれとあんまり変わらへん感じになってて、ちょっと気持ちやっぱ丈長いかもしれないですね。バギーズショーツよりは長いし、バギーズロングよりは若干短いかもしれないんですけど、まあそういったねサイズ感になってるかなと思います。これやったらね、足とかヒュッて上げたりしてもそんなやらしいとこまでめくってこうへんの。こう電車乗ったりした時にこうバッて座ったら、やっぱ際どいラインまでこう上がってくるじゃないですか。だからまあこの辺までやったらね大丈夫かなと思うんですけども、まあ特徴をね言っていきたいなと思いますが、こちらバギーズロングっていうのありますよね。パタゴニアの方のバギーズロングっていうのあるんですけど、これはサイズがね、股下から7インチね、覚えておいてください。7ですよ。5でも6でもない、8でもない、7ですよ。7なんですね。ラッキーセブンの7と覚えておいてください。もしくはジャグラーの7でもいいんですけどね。7で、次こっちのね LLB の方はね8インチなんですよ。だから7からもうちょっと長いっていう感じなんで、結構長なるかなと思ったんですけどもね、そんなにめちゃくちゃ長くはなってないです。ちなみに8インチの覚え方としてはそうですね、原監督の8と覚える人もいてるであろうし、ちょっとそれは世代がね、あの上の方になってくるかもしれんけど、まあそれぐらいだったらね、あのセレッソのエース番号ということでね、8番といえばまあセレッソのエース番号なんやけども、まあそういった8インチが使われておりますので、このバギーズショーツのね5インチと比べるとえらいだいぶ違いますよね、この丈の長さがね。なんかこれぐらいとかやったら自転車とか乗っててもそんな上まで上がってこへんと思います。こう自転車こいでる感じでやってもそんなに裾が上がってこないんで、まあ、この辺はねさすがセレッソやなと思ったりはするんですけども、はっきり言って7と8の違いはそこまでないですね。まあまあ同じような感じなんやけども、大人が安心して履けるぐらいの、まあ、絶妙なねサイズ感になってるんじゃないかというところがね、こちら8インチ、原監督もしくはセレッソ大阪のエース番号ということになっておりました。でですね、これねライナーもついてるんですよ。ひっくり返ってひっくり返していくと、こういったねおパンティーみたいなやつがついてますので、あのノーパンで履くことももちろんできるし、ちょっとそれじゃ怖いなと、このメッシュのところからおけけ出てきそうやなと、まあ脱毛されてる方はいいんですけども、ちょっと僕脱毛まだしてないんですってなんかはね、あのここちょっとメッシュやから毛出た怖いなっていう方なんかはですね、まあ、下着を履いていただいてもいいんですけども、まあ、これ以上言うとですね、あの Google のアダルト規制に入ってきますので、そうなんだ、広告つかないということなんで、あんまりぶっ飛んだ話はできないんですけども、そういったこれライナーがついておりますので、この辺なんかもねパタゴニアのショーツと全く同じですよね。陸でも履ける、そして海でも履ける。なんでかって言ったらこれとノーパンでいけるから、男子としては本当に開放的な気分でね夏を満喫できるんじゃないかなと思います。でね、パタゴニアとね一点違うところは何かっていうとね、これポケットにパタゴニアの場合ってくるくるってこうやって収納できるんですけど、この LL ビーンはあできちゃったな、あできました、収納できましたわ。もうこうやってねできるっていうことなんで、パタゴニアとの違いってほぼないんちゃいますかね。まあ言ったらここにドローコードほんまついてるんやけどね、パタゴニアはね、まあ、そんなんはないけども、ほぼほぼ違いがないということになってて、はいはいはい、そしたらじゃあ最後お値段教えてよと。そこまで便利なも分かったし、ライナーもあるし、ちょうどパタゴニアのショーツとあの清原ね、清原とジャグラーの間のインチが出たということなんで、あそれめっちゃいいじゃない、じゃあお値段いくらなんですかというとですね、バギーズショーツのなんと1500円オフということで、6490円でねこちら販売しております。なので、あなたのね昼のランチ代を200円安くしてください。普段まああの裕福な方やと思いますので、1000円のランチをもし食べてたとしたらですね800円にしてくださいということで、200円1日浮かすことによって1ヶ月30日あれば6000円が浮いてきますので、こちらの LLB が購入できると。ほんまは天ぷら定食とかね食べてるかもしれないんですけども、ちょっとそこはグッと我慢してね、唐揚げ定食にしてみようかなとかね、もっとグッと頑張ってねかけそばにしてみようかななんて言ったらね、まあ10日ぐらいでもしかしたら買えるかもしれないんですけど、まあそういった価格帯になってるということになっておりますので、まあ本当に人と違うのが欲しいという方なんかにはね、ほんとにバッチリなこちら V6 モデルになってるんじゃないかなということで、本日はですね LLB の、ちょっと正式名称書いてないからわからない、ショーツをご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。